ップタイムはそうですね、連戦が続いて、例えば今日なんでしょうね、練習をもう本当に やらないというか、本当にその試合までに調整していくような日だったら、まあ球場入りの時間はビジターだったら同じだったり、バスで移動なので同じだったりするので、まあそこからご飯食べてから試合までのどうでしょうね、2時間とかそのぐらい寝る時ももちろんありますし、仮眠室があったりするので、今年はちょっとコロナとかここ2年ぐらいはあったので、みんなで同じベッドを共有するみたいなのがちょっとなしになって仮眠室がなかったんですけど、僕は 1,2 年目ぐらいはもう仮眠室があってベッドとかあって、寝たい人はそこで寝るっていう感じの部屋があるので、日本時代はなかったですけどね、そういうのなかったですけど、まあ、そういう人も多いですかね。結構寝る人多いと思いますね。もうロッカーで寝てる人もいますし、なんかタオルかぶって寝てる人とも思いますし、はい、まあ連戦が多いっていうのはもちろんありますし、そうやってやらないとちょっと間に合ってこないっていうのもあるんですけど、まあできる限りでもベッドで寝る時間を増やした方がもちろんいいので、まあ夜の朝までの睡眠時間の量はまずしっかり確保して、まあ、プラスっていう感じかなと思います。